それではですね、インテグラルサイケデリックラジオ第37回の振り返りも始めていきたいと思います。ラッツさんの皆様、そして渡さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと今の本編とこの振り返りの間で渡るさんからすごいメールをいただきまして、ニュースちょっとこれよろしければ取り上げていきたいなと思うんですが、どうですか？でし、これ渡さん、これ記事が、これよく見つけましたね。今見つけたんですか、これ？いや今見つけました。僕自身がもし仮にいつかハーバードっていう、こう進学を検討したときに、サイケデリックってどんな感じなのかなと思って、まあ、ハーバードサイケデリックっていうふうに、まあ、検索したんですね。そしたら、これ2023年の10月19日に上がっている記事なんですけど、だから、イーロン・マスクですね、元テスラの代表が、1600万ドルの寄付。これだから16億、20億ぐらいか。そう、もう今は多分22、3億ですよね。すごい。の、社会と文化におけるサイケデリックに関す、サイケデリックに関する研究を創設する予定です。すごい。もうやばくないですか、これ。これはちょっと私も知らなかったニュース。ちょっとこれ見ていいですか？私もまだメールもらって、開いてねって思って。そう、二つ目のメールの方が、簡潔に書かれてあって、いいかもしれません。僕が送らせていただいた分で。そうですね。これはすごいですね。これすごい。で、これに対して、その How to Change Your Mind の、著者でもあるマイケル・ポーランが、これは先見の明のある、贈り物ですと、コメントも寄せている。すごいなぁ。いや、ここに書かれている、ちょうど私が訪れた場所ですよ。世界宗教研究センター CSWR。うわ、そうですよね、これね。ちょっとそれでいくと、私も確認すると、そもそもやっぱりそのイーロン・マスクっていうのが、ね、テスラもそうだし、スペース X もそうだし、はい、革新的な起業家ですよね。で、彼がやっぱりこう注目するものっていうのは、今後の人類にとってすごく大事な分野、に彼はもう出し惜しみせず投資をするっていうスタンスを一貫して持ってるわけですよ。そんなイーロン・マスクがサイケデリックスの研究に22、3億出したって、これはすごいこと。すごい。すごすぎる。しかもこれ自分が個人として1600万ドル寄付したことに合わせて、家族財団の寄付も募って、そこからも同額の1600万ドルを引き寄せてるから、3200万ドル、50億ですね。うわ、半端ない。48億か、うん。私がもうちょっと早く生まれて幅出たら、給料上がってたな。給料上がってたな。教授としてね。教授として上がってたな。でも、渡さん、これ見たら、今のこの日本語の記事、イーロン・マスク氏のサイケデリックスに対する一貫した称賛を思い出しって、そう、ね。やっぱマスク氏も当然これは何かしらの物質を摂取したことがあるんでしょう、ね。私ちょっとこの後で知らないんですけど。まあ出なくて。これそうですね。もうリンク、そのままこうポチッと押せるみたいで、今僕もそこを読んでるんですけど。やっぱりこう、彼自身もこれが、病気に対しても効果があるっていうこと。で、そこに対して医療費の削減っていうことも。なんですよね。いやそう、大事だよ。わっていう。本当そう。まあ、だからそれは公共衛生の面もそうなんですよ。社会保障のところもそうで、やっぱりこうアメリカも、まあ日本もそうですけど、その精神病患者っていうのが本当に多いんですよね。まあ 日本だったらね、本当うつっていうのが一つ、やっぱこう かなり大きな問題として上がってると思ってて、はい、もちろんこれは何かサイケデリックスを通じて対処療法的にね、うつを治すっていうだけじゃなくて、それを通じて、サイケデリックスを通じて、より深層的な社会的病理を治癒していくっていうことができるのが、私はサイケデリックスだと思ってて、だから、このまあイーロン・マスク氏の投資って、すごく私もなんか、まず肯定的に受け止めてて、それは、やっぱもう水面下で助けを必要としてる人がいるんだから、やっぱ助ける必要があるだろうし、その通りですね。ですよね。うん、だから、まあ、それでいくと、この流れはすごい流れだなと思いましたね。いやすごいね。やっぱりこのね、この支援というか、ね、世界的な起業家がここに注目して、そこに対して、ね、協力を呼びかけて、
みんなでやっていきましょうよっていうね、これすげえ時代としてはもうバッチリすぎるな。これって本当に渡辺さんの仕事でまず10月18日2週間ぐらい前の記事じゃないですか、うんうん、だからマスク氏にこの投資を受けてこれ創設する予定ですなんで、もしかしたら私がもしご縁があったらね、うん、HDS 来ることが出たらちょうどなんかその年ぐらいに創設される可能性もありそうですよ。いやでもこれまあまあ時期がポンと未定だから、まあ、来年とか再来年とかじゃないにしても、うん、ね、近い未来なんで加藤先生が今のその3年間のスクール終わって、うん、初代所長とかになってくれたらな、その後僕呼んでくれたらな。ちょっとそこまでいけるように頑張りますな。でも本当に読書会リーダーからここのリーダーまでお願いします、ね、なったらすごいですよね本当、まあ、でも今これ書かれてるようにこのマスク氏の新しい研究プログラム、やっぱもうハーバードはね、うん、学際的なところが一つ強みなんで、人文科学部、はい、法科大学院、ロースクール、それからディビニティスクール、まあ、こうした諸々のスクールを巻き込んでの一大プロジェクトですね。これすごい。この学部長もね、この支援に意見に同意し、大学はこの分野で議論し革新する最もエキサイティングな場所となる独自の体制を整えていると述べた。もうやってるじゃん、もう動いてるんですよね。だからね、すごいっすよね。すげえ。いやだからまあそれがまあ本当にこうなんでしょう、ハーバードがあるケンブリッジ市っていうのは、うん、あの天然系のサイケデリックスっていうのは脱犯罪化されてるんですよ、合法化じゃないけれども、はあはあはあ、なので、うん、これ私おとといぐらい考えてたんですけど、ということはこれあの、うん、ハーバードの庭でサイケデリック摂取してるやつがいてもおかしくねえなと思ったんですね、教授とか学生が。そうか。で創造性高めていろんな研究していく流れがケンブリッジ市にもあるなっていう、それはすごいいい追い風だと思いましたね私は。確かに。逆に他の加藤先生のね、こうあの住むところ全部サイケデリックスの勢いが常にあったんですね。オランダもそうだし、あれさんに言われて本当そうだわ。だって一番最初のアメリカの時もでしょ、西海岸もそうっすよ。うーん、いやいや本当だわ、すごいな。カリフォルニア州はまあ一番ねオープンな場所で、本当そうっすね。でオランダはもう天国ですから、有数の天国ですからね。うん、いや本当そうだわ。で私正直ハーバードにちょっと懸念があったのは、うん、その東海岸である種と保守的な場所、まあ一応、ね、うんうん、政治的にはあの何でしょう、民主党が強い方なんで共和党じゃないんで、はい、まあそこは安心はしてましたけど、うん、でもサイケデリックさ、ハーバードで行ったら接種できないだろうなと思ったんです正直。でもポール曰く全然そんなことないよって、栽培もしてもいいしって、脱犯罪化されてるからねって。あ、だから私昨日もその言葉まで、うん、うん、そう。だからケンブリッジ市とお隣のあのサマービル市とかは脱犯罪化されてるんで、うん、そこで摂取する、うん、所持することは罰則に問われないし、そこの住民の人たちもまた罰則に問われないんですよね。うん。これでも本当すごいプログラムだな。その環境、うん、なのでこのプログラムもそうだし、これまでの加藤先生のね、こう海外での拠点が、うん、サイケデリックス側から早く気づいていようと言われていたような。渡るさんは、なんか今日はもう渡るさんに感謝しきれないですね。それ言われて本当ハッとするな。いやあれ、ちょっと待ってください。一つ、あ、ごめんなさい。どうぞ、先に。あ、いいですか。じゃあ、あの、一つこう、そういえばお尋ねしてみたかったのが、僕が、うん、そして加藤先生がね、何より先にこのサイケデリックスっていうことにちょっと力入れるぞとなった段階って、うん、もう加藤先生自身はハーバードでの進学大学院っていうのは、なんとなくお決めになってたんじゃないんでしたっけ。そうですね。やっぱ、あの、そうなんですよ。それは、サイケデリックス研究じゃない形で、そもそも、あの、宗教に関心を持ってて、あの、うん、神道と仏教の意識論、これを研究したいなって、うんうん、もうそれは結構前から思ってたんですよね。ですね、はい。そうなんですよ、うんうん、でそこにまさかのサイケデリックスが入ってきて、でこれだって思ったんですよ。だから正直浅田さんのおっしゃる通りで、そもそも宗教思想に関心があってて、でもそうなってくると別に仏教とかだったらハーバードよりもひょっとしたら UC バークレーの方が仏教を研究できるしなとか思ってて、いろいろ調べてたんですよ。へー、はいはいはい。でも
この宗教学、哲学、宗教、神学とサイケデリクスになったらもうここしかないなってなったんですよね。ですよね。そうなんです。だから、なんとなくここだなっていうのがこう探求の分野としてもすでに決まってたんだけど、そこにもう革新的に。そうなんですよ。ね、合わさってでのハーバードか。そうですね。いや、だから私のおっしゃる通りで、やっぱこう、サイケデリクスの研究するぞって思うまで、前までは、一応ディビニティ、うん、このハーバードのディビニティスクール、選択肢に入れてたけど、別に、なんでしょうね、うん、ここしかないなっていう感覚じゃなかったんですよね。述べてるから、他にも大学がある。でも、サイケデリクスと神道仏教とかの組み合わせとか、あるいはよくよく考えれば、このイーロン・マスク氏のプロジェクトも含めて、インターディスプリナリーに研究するんだったら、もうここしかないなってもなりましたね。ないないない。うん。すげえ、すごすぎる。で、私のおっしゃる通りで、あと一個懸念があったのは、やっぱそのサイケデリックスって、もちろんそのアカデミックに知的に探求すること大事なんですけど、渡さんがね、まさに経験してもらったように、はい、あの直接体験が大事じゃないですか。言葉超えるじゃないですか。で、そうなったら、ボストン来て、あ、ケンブリッジ来て、サイケデリック摂取できないってなったら、なんか研究が停滞するなって思ってた自分がいるんですよ。はあ。いや、もし2年間の修士課程行く中で、2年間ぐらい、まあ、サイケデリック一切摂取しなかったとしても、うん、まあいいかもしれないけれども、せっかくサイケデリック研究するんだったらば、まあ、定期的に実験も含めて、自分でも摂取する必要があるよなと。そうなった時に、ケンブリッジ市の法規制、これがサイケデリックを良しとしないんだったら、あんまり場所としてはどうかなって思ったんですね。そう。でも、もう、ことごとくいい方向になる。サイケデリックスが今、脱犯罪化されてるだけじゃなくて、2024年のバロットですね、投票においては、合法化する動きまで出てきてるんですよ。うわ。だから、太田さんのおっしゃった、サイケデリックス側が早く気づいてよって私にメッセージ投げかけてるって、本当にそうだと思ってて、やっぱり、ちょんちょんってしてましたね。してたと思います。こっちだよって。うん、で正直これまでの自分にはやっぱ手に負えなかったんですよ。サイケデリックスの力とか、研究の広さも。はあ、そうですか。だから12年前に出会ったのに、別に深く研究することもなかったとか、できなかったと思うんですよ。自分の知的な力とかだったら。でそれが本当に何の運命か分かんないけど、この夏に目覚めたんですよね。で、お二人さんとほぼ同時期ですよ、目覚めの。私が目覚めたら、なんかその目覚めに引き寄せられる形で渡さんも目覚めたっていうね。そうそうそう。同時期に目覚めたっていうのは本当に。一緒に目を覚ました感じですね。いや、ほんとそうっすよね。そうなんですよね。だから、何でしたっけ、この間どっかの日記で書いた、そう、私が初めてアヤワスカを摂取した日。あ、マヤ暦の、はい、そう。うん、12月でしたっけ。そう、12月21日かな、うん、マヤ暦のちょうど節目のタイミングで太陽の時代に突入すると言われてる日だったんですよ。それはね、背筋が凍るようにゾッとしました。ポジティブな意味で。そうですよね。やっぱりそれも含めて、なんでしょう、サイケデリックスセッションの時のよくセット、セッティング、ドースのセット、うん、はい、目標とかって決めると、決めた方がいいよって言うじゃないですか。うんうん、ちょうど昨日ぐらい考えてたのが、そのさハーバードの解放誌を見ながら、そこに、ね、はい、記述があったんですけど、サイケデリックスって、私たちが得たいと思う体験を届けてくれるというよりも、私たちにとって必要な体験を届けてくれるものだっていうニュアンスの記述が書かれてて、うわ、そうなんだよなって。セットの時に確かに目標とか決めるけど、これまでの自分のサイケデリック体験で、こんな体験したいな、こんなもの見たいなっていうものと 100% 合致したことなんて一度もないと思ったんですよ。うわー、そうですか、実際に。実際のところ。だから、一応目標を決めるっていうのは大事かもしれないけど、こっちの小さな自我の小さな意志、ウィルを超えるんですよね、やっぱサイケデリックスって。だから、渡さんがおっしゃってくださったこと、本当にこう感謝してるのは、やっぱサイケデリックス側が気づかせてくれること。これはセッション中もそうだし、セッションじゃないところでも、あ、ようやく自分の感性が、なんかこう、もう自由に羽ばたいて広がってんだなと思いましたね。いやー、そう、加藤先生が教えてもらった、クリストファー・ベイシ教授の動画でも、
こう、まあ、インタビュアーの人がそのベイシュ教授に対して、うん、まあ、あなたとはじゃあ一体何者ですか、まあ、こういった質問をした場合にあなたは何と答えてくれますかっていう、そのベイシュ教授の答え、これがうわなるほどなと思ったのが、うん、あの、私は私の一部であると思ったことですって言ってたんですよ。ほう、つまり、あの、こう、自分という存在は、まあ、なんだろう、この自分という存在で完結するものじゃなく、ある種こう人と人、人と自然、自然と宇宙、宇宙と宇宙でつながっている一部の存在だっていうことを、まあ、ニュアンスとして言いたかったんじゃないかなってことを読み取ったときに、そうやって導かれてるとか、偶然が重なるとか、そのね、こう日付のこともそうですし、なんかこう、本当に自然と受け入れられるような、こう思想になるっていうのは、この実体験が伴ったことから、なんかこう繋がってるような気もしますね。なるほどな。うん、いや、なんか今の渡さんのベイシュ教授の引用はすごい素晴らしいなと思ってて、やっぱその回答を聞く限りね、まさにそのスザンヌ・クックルホイターの発達モデル、なんかこう適応した、うんうん、してしまいたくなるような自分がいて、ベイシュ教授が体験されてたのは、うん、まさにトランスパーソナル段階のもう特徴ですよね。もちろんその一言だけを持ってね、発達段階特定するのはできませんけども、うんうん、まあ、少なくともでもトランスパーソナル段階的な 5.5 とか 6.0 ぐらいの今のもう回答内容でしたよね。わ、うん、私たちって本当にそうで、なんか仏教的に行けばやっぱり縁によって成り立ってるんですよね、自己って。あ、やっぱ、うん、同時にヒンドゥーで行けばアートマンはブラフマンなのであるっていうね、つまり私たち一人一人の存在は即世界全てなんですよ。だからそれを考えてみたときに、ベイシュ教授のおっしゃったことは本当そうだなというふうに思います。確かに。だって自分が光になるって、これどうって表現するんだろうって感じですもんね。あ、本当そうっすね。すごいな。やっぱりでも渡さん、ここからも何でしょう。まあ、この場を借りてね、まあ、いつもこう、うん、まあ、お礼というか、まあ、いつも結構渡辺さんにね、なんか本当にこう感謝してることがこう多くて。いや、だってそのマイケル・ポランとベイシュ教授のインタビュー動画とか、うん、全部私がこの間、うん、数日前に紹介したものを即ね、もう見てくださってるっていう、あ、こうやって一緒に学んでくれる人って日本人本当にいないんですよ。おだからね、日本人ですか。今のところ日本人。だってハーバード来たらめちゃくちゃもう行ってるから。石ころ投げたらサイケデリックスに当たる。石ころ投げたらサイケデリックス関係者に当たるっていうぐらいだから。でもやっぱこれはなんか私にとって渡さんと私が日本人であるっていうことの意味も考えないといけないなって私思ったんですよ、アイデンティティとして。はあ。だって日本の今のサイケデリックスのディスコース見てくださいと。何も語られてないし、部分的だし、ひどいもんじゃないですか。ということは、ね、やっぱりこのソーシャルディスコースを変えていく、あるいはもっと本当にこうね、中身のある深いものにしていく、豊かなものにしていくために、もしかしたら私たちは日本人として生まれてきた側面がこうあって、だからこうやってサイケデリックスについてはそもそも英語で学ぶけど、情報発信そのものは私は日本語でもしていきたいなって思ってるのは、やっぱ自分がこう日本の土地場所に生まれ落ちたっていうこと、これやっぱ忘れたくないなと思いましたね。いやー、そうですね。うんうん、やっぱりこう、どこを中心に貢献するかっていうことが、その舞台が世界であったとしても、一番響くところに、なんかそこは効果的に響くところに、なんか届けたい気もしますよね。いや、本当そうですね。うん、ちょっとそれでいくと、渡辺さんのさっきのイーロン・マスクのハーバードのこのプロジェクトの話に戻ると、渡辺さんご自身もね、まあ、ちょっと今冒頭で、ハーバードの魅力もね、感じて、らっしゃったんじゃないかと思ってて、渡辺さんご自身が今ここで学際的な取り組みができるってなった時に、どのスクールに属そうとしてる、まあ、もし留学するんだったら、なんかそのあたりも聞いてみたいなと思ってます、ね。確かにな、ちょっとハーバード大学のホームページをもう一回改めて。そうなんですよね、ハーバード大学はまさにあのいろんな、まあ、日本でいうところの学科っていうのがこうあって、うん、で一般的に学科っていうのは、まあ、通称あのハーバードグラデュエーションスクールオブアーツ&サイエンスっていうところに、例えば生物学科とか文学部とかがあるんですね。うん、これ日本でいうところの学科ってそんな感じのイメージです。でもハーバードがそれだけじゃなくて、はい、たくさんプロフェッショナルスクールがあるわけですよ。うん、ロースクール、メディカルスクール、デザインスクール、ディビニティスクール、はい、ケネディスクール、うん、でこうなった時に渡辺さんがもし留学するんだったらば、まあ、エデュケーションスクールも含めて
どこに一番魅力を感じてるのかなって。うわで、それぞれの大学でもう、あの、要求事項とか全然違うんで。うん、そっか。英語力もそうだし。全然違います。これ、どんな学科コース、これどこから調べたらいいんだろうな。まあ、関心ですよ、うん、でも、やっぱり。それこの間、今日のソーダ TV で禅の話とか出たら、ディヴィニティスクール合うかもしれないし、うん、なるほど。その歴史研究だったら人文科学部ですよね。その、ヒストリーディパートメントとかね。はい。そうそうそう。あ、でもそうだな。いや、うん、うん、うん。あ、どうぞどうぞ。うん。いや、このハバドっていうことと照らし合わせることなしに、今の関心がどこかなってなったら、まあ正直あまりこう右上っていうのへの情熱よりかは、結構僕も左上に寄ってきてるような気がしてるんですよね。すごい。面白い。うん、なんか渡辺さんのこれまでのトレーナーの感覚と違いますね。あれだけ細胞、そうなんですよね。解剖学とか学んでたのに。だからあの白シミ選手の影響でしょうね。ああ、なるほど。急に神秘主義の本とか読み出して、ああ、なるほどねとかこういう自分が訪れるなんて思わなかったし。すごい。いや、本当の意味でこれは統合になりましたね。ある種、ある種トレーナーをするときの仕方ないんですよ、すね、右証言。逆にいけば、うん、右証言の知識がないトレーナーなんで信用できないじゃないですか。だから、そこを踏んだっていうのは、まあ、もう至極当然なことなんですよ。うん、でも、渡辺さん、そこでキャリアを閉じるんじゃなくて、ある種、左証言というね、別の証言に対極性を振ったっていうところがやっぱり素晴らしいと思いましたね。そうなんですね。その一つ一つのエクササイズ自体は言葉で完結できるし、理論で閉じれるんだけれど、今回の体験っていうのは、うん、理論で武装しようと思ってもある種すぐに限界が来るし、言葉で伝えようとしても回収できることが限られるし、でもその先を詰めようとするっていう学びへのあり方っていうことに、こう生き方自体も僕はすごい惹かれてるんですね。そこへの向き合い方っていうのが、あ、自分がなんか送りたい、うん、こう、自分なりの人生の指針になるんじゃなかろうかっていう、まあもう現在進行形で、まあ、そう思えてるから、まあ、この思いを引き続き持ったまま行きたいなっていうところ。素晴らしいね。やっぱ渡辺さんもセッション中ね、白シビンセッションの時におっしゃってましたけど、あの、こうしたサイケデリック体験を言葉で紐解くのと本当に限界があるんですよね、うん、ウィリアム・ジェームズもこのサイケデリック体験っていうのはイネファラボーってね、言語を超えるって言ってたと。でも、うん、やっぱりこの言葉で語れるところまで語っていくというか、いや、もう不可能なことは分かるんだけども、うん、その無限の世界に入っていくっていう、うん、この感覚、これはやっぱり左証言のやっぱり魅力かなと。もちろん右証言もまた科学的研究というのはどんどんね、より深いものがあるのはそうなんですけど、はい、うん、でも得てして右証言の言葉っていうのは三人称的であるがゆえに、なんか脳の構造とか説明されちゃったら、それ納得感を得がちなんですよ。あ、で、私はそれはそれでいいと思うんですけど、でも、うん、せっかくサイケデリックスが一人一人の心理を開示してくれる、奥深い内面世界を開示してくれるんだったらば、やっぱそれに真摯に向き合っていきたいなっていう思いで、左上左下の研究をしていきたいと思ったんです。いや、まさに本当おっしゃる通りで、こう人間が持っているというか、体感、人間がこう感じられる、得られることのもう最後の限界の限界って、なんだかな、まあ、こうくくってしまうのもあるかもしれないけど、超越世界で得られる感覚とか、うん、トランスパーソナルでのこ部分、うん、まあ、それはこう宗教思想の部分もそうだと思うんですけど、うん、理論の先にあるものを、理論を使ってというか言葉を使って説明していくっていうことを、うん、うん、なんかそういったことをやっていきたいですね。いや、いいっすね。やっぱなんかそれをこう聞くと、言葉って本当にね、もうああいうサイケデリックスの超越体験とかすると限界があることはね、当然感じるわけなんですけど、でも同時にキリスト教の聖書の最初に書かれているような世界は言葉から始まったっていうことを受けたときに、やっぱり言葉の大切さっていうのは忘れたくない。違いなく、はい。そう。だから、この自分自身が研究関心を持ってるのは繰り返しになりますけど、本当に一人一人開示してくれる真実、真理、洞察って違うわけなんで、
やっぱそこを深く向き合う、向き合いたいし、一人一人言葉の使い方とかね、全然違うのと同じで、やっぱりまあ、もう自分はこの言葉を起点にしながら、虚心坦懐にね、このサイケデリック体験を紐解いていきたいなっていう思いを持ってるんですよね。うん、いや、本当にいいですね。うん、だって、なんかこう、なんでしょうね、例えばその、週末医療とかの、がん患者の不安を解消するときに、サイケデリックが使われるんで、研究今なされてますと。はい。その時に、やっぱりなんでしょうね、例えば白シビン摂取して、脳がこういう風に変わりますから、がん患者が不安が軽減されますっていうところだけだと、なんか弱いんですよ。弱いっすね、本当に終末期の方が摂取した体験談。で、これもしかしたら私だけかもしれないけど、私、過去受験体験談とか、何でもいいんですけど、はいはい、体験談ってめちゃくちゃ面白いなって思う人間なんですよ。確かに。旅行期。いやいや、はい。なんか私さんも思いません？思います。そこに、この人の全てが現れてるなっていうね、うん。この人こんな体験したのかとか、自分もその体験したけど、そんな風には捉えてなかったよねっていうのが、日記とか、体験談とか、ね、旅行期、留学期とかに出るところを見たときに、それをサイケデリックス体験でなぜしないのかっていう問いが自分に立ってますね。なるほどな、うん。やっぱ不安だと思いますよ。そんな右証言だけで。がん患者の人たちが本当にサイケデリックの接種してくれるかと。でももし仮に分厚いケーススタディのような形で体験談の語りがあったらば、あ、もしかしたら自分にとって白シビンとか LSD とか死ぬ前のこの時期に必要かもしれないなっていう。やっぱそれを流してくるのは右証言の言語じゃなくて、左証言の一人一人に固有な豊かな言語なんじゃないかなっていう、そんな思いが自分の中に思想としてあるんですよね。確かになぁ。科学的な根拠とか名教授のなんか演説とかよりも、隣の家の人がやってて、すごくその人と仲がいいって、これだけでやると思います。いや、ほんとそうだと思います。近所の人がやってるかどうかで、自分もそれに対して向き合うかどうか。いや、ほんとそうですね。いや、そうなんですよ。だからこの点が、まあ、実はこの12年間の自分の歩みにもやっぱこう重なってて、例えばこのブログを書き始めた時っていうのは、どちらかというと発達理論の紹介とかって多かったんですね。つまり三人称言語、はい、でもそれをやってるうちに、あ、これはつまんないなって思う自分がこういて、もし発達理論を紹介するんだったら、どんなに独りよがりと思われてもいいから、自分のレンズを通そうと思ったんですよ。つまり10年前の自分ってグリーン段階でとどまってたんですよ。相対主義的段階の特徴は自分の意見なんて言えねえんだ。他の人の目気にしてるから。はい。で、これこれこうだけれども、これこれこうとか、口調も回る。そこを早く脱却したかった自分がこういて、でも脱却できる。なるほど。それは当然、発達段階に組み込まれてるから。でも、ある時から、まあ、オランダに来てぐらいかな、吹っ切れて、まあ、これは私の師匠でもある森有正先生と辻邦夫先生っていうね、私が生まれる20年前にもう亡くなられた思想家小説家の方の、日記を、一年の日記を読んで目覚めたことなんですよ。ああ、この人たちのように、自分は自分の言葉を紡ぎ出そうと思いました。他の人の言葉を借りるのではなく、自分の言葉を紡ぎ出していく。ああ、これにこれから従事していくんだなって思ったのが、まあ7年前のオランダに来た時かな。8年前か。うん。そうですね。だから、サイケデリックス研究もその延長ですね、やっぱり。うん。いや、それでいくと、渡辺さん、今のお話の中でね、ちょっと最初の問いに戻ると、うん、ハーバードのスクールか、それでいくと、神秘主義への傾倒も起こったって、なんかすごく興味深いですね、それ。いや、今、鈴木大拙先生の本か、こんなの今まで絶対手に取らなかっただろうみたいな、岩波文子さんの本。おうん、読んで、あ、めちゃくちゃわかるなってなっちゃってるんですよ。このわかるが、うん、本当にこう、この人の言いたいことがわかるっていうよりかは、自分の、段階とか、自分の解釈で捉えることができてるなっていう手触り感なんですよね。うん、いいっすね、いいっすね。その言葉の深淵は正直わかんないし、うんうん、というとこなんですけど、まあ、興味が出て、文字をペラペラと追いたくなる自分になってるっていう感覚。なるほどな。あ、で、あ、俺だったらこう言いたいな、ここの部分っていうのも、
なんか初めて芽生えてるような気がして。すごい。前だったら、もう追っかけるだけで必死。うん、自分ってこれ分かってるかな、分かんないかなって、それだけの状態から、うわ、俺だったらこう言いたいなっていうのが少しずつ出てきて。いいっすね。かなり、どうだろう。まあちょっとでも、こう自分で言いながらも、なんかこう冷静になりたい自分がいるんですけど、うん、なるほど。目覚めてる感は若干あるかもしれないですね。いや、まあ、なんかそれでいくと、渡辺さんにとってもなんかこう目覚めが起きたんだなと本当に思いますね。うん、あのさっきの自分のね、グリーンからの脱却じゃないですけど、やっぱこう、うん、自分の言葉を紡ぎ出そうとすると、一つティール、ターコイズのやっぱこう特徴だと思ってて。はあ、ははあ、で、ティールになってくると自分の言葉に目覚める。ターコイズとか超えてくると、うん、今度はその言葉をいろんな表現、メタファーとかを駆使しながらとか、うん、直線的な言葉じゃない言葉の形にしていくっていうことに目覚めていくのもターコイズとかね、うん、クックグレーテとか 5.5 あたりの目覚めにこうなってくるんで、なんかそれはすごく興味深いな、うん、そうだからこう自分の言葉とか自分なりの比喩を使うとか、あ、ここを自分だったらこう言うなっていう言葉が、ただその自分の言葉が出てる根拠が自分で体感したところからしか湧いてないから、ちょっと もどかしちょっとむずがゆいんですよね。つまり、なんて言うんだろう。あ、ここの表現もっと自分だったらこう言いたいのになって思ったことがあったとしても、うん、それは僕のサイケデリックセッションの一体験からしか湧き上がってないものなんじゃないかなっていう、悩み。なるほど。これはでも、そこの自分が体験したことを、誰々の本のこういったところにこういった描写がありましたっていうことで、他の人と意見、だからチームを組んでここを伝えていく努力ができればもっと説得力あるものに なりそうだなっていう。なるほどね。いいっすね。何がいいかと思ったのが、やっぱサイケデリック体験を終えて、私はブレーキかけてます、自分に。なんでそれをしないのかって話なんですよ。え、なんで自分の一体験を軽んじてんだろうっていうのが私の一つ意見。うわで、これって、日本の教育とか受けてると、やっぱ自分の主張を持つっていうのは、自分の直接体験を尊重することに私は他ならないと思ってて、うん、いいんですよ、独りよがりで、まずは突き抜けてみろっていうことなんですよ。そうか。渡辺さん、ちょっと冷静にならないといけないな、うん、冷静になんかなる必要全くねえと思いました。おお。これをいつまでもやってると、突き抜けられないんですよ、結局。そうなんだ。だから私は、もう渡辺さんの体験の話を聞くのが一番楽しかったのは、ユニークだからですよね。なんでそのユニークな体験を元に施策を展開していかないのか。哲学って全部その本来の本当の意味での哲学、日本で行われているのは哲学研究じゃなくて、哲学者がやってることは自分の体験を出発にして自分の言葉をつないで紡ぎ出していくのが哲学者の役割なんです。うわー、すげえ、そうなんだ。だから和田さんは本当はそっちに向かおうとしている自分がハイヤーセルフはいるのに、そう社会にまみれている相田渡るはブレーキかけてるんですよ、うん。もったいねえな。やば。やばい。だってさっきのベーシュ教授の言葉、なんで思い出さないのと思いました。だって、自分は世界の一部だったら、自分の体験って世界そのものじゃないですか、本来。うん、なんでそこにとどまんのかっていう、なんでそこに卑屈になるのかっていうのが、なんかすいません、体調悪いながら熱こもってきて。絶対忘れてた。全然忘れてた。でもね、でも渡辺さん、これって、この話って今、渡辺さんにベクトル向かってるように思いながら、常に自分に向けてることなんですよ。だって社会は許してくれないんですよ。それは加藤さんの体験でしょうとか、加藤さんの一人よがりの意見ですよねって言うんですよ。そんなものに一切耳傾ける必要ないんですよ。それが、森有正先生が言ってたような、自分の個別具体的な個的体験を突き抜ければ、普遍的な領域に必ず至るんですよ。だうわ、それか途中で邪魔者がたくさんいるんですよ。社会の声、はいはいはい、他人の声、他者の視線、そんなもの一切気にする必要ないです。自分の個の体験を突き詰めていって普遍的な領域に到達すること、これをねもう目指していくべきだと私は思います。いや、そうか。いや、だいぶ二度寝から覚めたような気がしました。アラームかけてまた寝てましたね。うわ。だって渡辺さんの白しびん体験談以上に面白いのをここ最近読んでなかったぐらいのものですよ。40ページの。あ、嬉しい。そんな目を閉じていただいて。あれはやっぱ自分の体験を自分の言葉で書いたからで、でもちろん、うん、まあ、その自分の体験を語るときに、やっぱもしこれを学問研究の素材素上に載せるんだったらば、当然他の文献調査をして
研究者、うんうん、研究成果の上に自分の言葉を積み重ねていくっていうのが学問の作法なんで、それは当然やっていくわけなんですけど、うん、はい、でもそこでも大事なのはやっぱりその過去のアカデミックな体積を理解した上で何を新しい知見を付け足してくれるのかっていうのが学者に問われるわけですよ、うん、だからね、哲学系あまり言い過ぎてもあれですけど、日本とか、いやいや教えてください、なんかヘーゲル研究とか、うん、カント研究とかしてるような哲学学者、もしかしたらあんまり哲学者とは言えない、うん、なるほどね、うん、はあ、それ単なる翻訳者、いや単なる学者でしょっていう、哲学者を研究してるってだけか、そうそうそうだと思います。それはもちろんそれはそれでね、文献研究上重要かもしれないけど、でも分厚くなるっていう意味ではですね、堆積される、うん、そう、だから鈴木大拙さんとかね、私はすごく敬愛してるし、うん、西崎太郎先生もいるし、そうそう、渡辺さんもしかしたら大田大学行くよりもあれですね、鈴木大拙館行ってみるのがいいかもしれないですね、うん、おお、そんなところあるんですね。私も2年前に行って本当に良かった場所です、ここ。へえ、鈴木大拙記念館、石川県のめちゃくちゃ良かった。へえ、日本にいる間にぜひ鈴木大拙館と、本当だ、なんか星つけてるな、西崎太郎記念館、これどっちも石川県にあるんですけど、ここに行くためだけに2020年日本に帰ってめちゃくちゃ良かったです、ここ2つとも。へえ、あ、これそっか、以前加藤先生からご紹介してもらったやつか。そうそう、これはね、そうか、だから改めてそのサイキデリック体験をして、あの、うんうん、鈴木大拙さんの禅の話ですよね、うんうんうん、目覚めていったら、あ、行くのと前のとじゃ全然違うと思うんで、うわ、いや、いいと思いますね、ここ、うん、西田先生と鈴木大拙さんはね、同じ中学校で、まあ、今日本でいうところの高校か、だから関係性もなかったんですよね、うんうんうん、そうそう、金沢市良かったな、ここ、うん、そっか、いや行ってみよう。いやでも本当最初の体験がなかなかにこう強烈だったなって、あ、結構じわじわ来てるんですね、うん、あの時は白市民セッションこんな感じかだったんですけど、うん、後になって振り返った時に、いや、これ生きてるうちでこの経験体験がない中でこれ得られる人ってどんな人そとか、そうなんだね、そうなんですよ、そうなんですよね。で、あ、自然ともう意識していろいろものを考えたり発言したり人と交わってるってことを考えると、多分いろいろ変わったんだなっていうのがこうじわじわ出てきてて、うん、自分が選び出す言葉ってこうどこから取ってくる言葉、何を言ってるかなとか、自分がそうですね、そのあっちの世界で感じたことと違わない言葉を今吐けてるかなとか、うんうん、確かに、なんかその変化は渡さんのゼミナールのクラスでも如実に現れてるなと思いましたね。そうですか。のあり方と言葉の紡ぎ出し方が、特に前回の、ね、T さん、うんうん、T さん嬉しいですね、うん、聞いてくださってっておっしゃってましたもんね。そうそうそう、びっくりしました。いや、私あの T さん本当素晴らしい方だと思って、ね、サッカーつながりもあるし、そうですよね、 T さんにラジオで出演してほしいぐらいですよ、このゲストで。わ、いいですね、うん、いや T さんなんか、うん、相談ゼミの期待の星だし、うんうん、で渡さんご自身がこれは私は思ってるのか分かんないけど、なんか感じるのは T さんもサイケデリック研究来てほしいなっていうのを、なんか1ミリぐらい渡辺さんも思ってるんじゃないかなとか思います、ね、なんかいつもあの2人の対話聞きながら留学とか海外の方向に持ってったり、サイケデリックの方にも手招きしてんだけど、まだ T さんの口からはね、自分もサイケデリック研究しますっていうのは口から出てないんで、そうそう、まだ口を滑らしてないからですね。ですよね。でも渡辺さんがそれを待つかのようにいろいろ仕掛けして滑り待ちをしてますね、はい、そう、それがね伝わってきますいや、もう本当に、ね、T さんラジオ聞いてくださってるってことなんで、ちょっとどっかそうですね、タイミングで、うん、うわ、いいですね。あ、でもそれも含めて渡辺さん、さっきの話ですよ、うん、やっぱその神秘主義的なものにこう目覚める、うん、それだったらね、なんかディビニティスクールとかも一つ今後のなんか候補かもしれないですよね。はあ、いや、私も本当に今回あのオープンキャンパスイベント行ってよかったと思ったのが、うん、やっぱその比較宗教学的に世界の諸宗教の神秘主義思想をサイケデリックスと絡めて研究するって本当に面白いなと思ってて、うんうんうん、一応向かう先は私今のところそこなんですよね。ただそれも最初からユダヤ教とか理解するの難しいんで、馴染みのある神道仏教の神秘主義思想ですよね、まあ、仏教だと密教的な、はい、そこからスタートしようと思ってるんですけど、でもユダヤ教 の今回のクラス
神秘主義の思想のクラス参加した1回だけでも、あ、これももしかしたら自分もできるかもしれないなと思ったんですよ。ユダヤ神秘主義思想とサイケデリック。なるほど。そう。あとはヒンドゥー。いや、僕は。そうそう、イスラムとか、うんうん。あ、いいですね。あ、そう、僕、こう一つ思ったのが、禅とサイケデリックっていうのを掛け合わせた研究。うんしかも、それに対して、その身体性っていうのも、こう、なんですかね、またさらに掛け合わせる。あ、いい。禅かけるサイケデリクスかける身体、まあ、グロスとしてのボディっていうことが、まあでもこれで何を研究するのかって言ったら、その研究テーマさえもちょっとわかんないけど、あと、その個別、具体的な自分のユニークな体験を一つの仮説と見立てて、そこにこういろんな、なんていうんですかね、検証を重ねていくっていう意味では、僕が本当に感じた、その愛と感謝と学びっていうことを、この三つの単語がどういうふうに、なんだろうな。まあ意味を持ってるのか、かな。なんだろうな。一つ目の前頭サイケデリックスと身体性って面白いですね。うん。まあ前頭サイケデリックスだったら特にね、もうアラン・ワッツの研究は必ず押さえておかないといけない研究だと思って。あ、そうなんだ。うんうん。ウィルバーに一番影響を与えたアラン・ワッツは前頭サイケデリックスについての研究をかなりしてた人なんで。え、へー、うんうん。で、やっぱその書籍を全部読んだ上での身体性絡めていくってなんかすごく面白いと思いますね。お。そうだな、身体性ね、そうだよね。やっぱりそのサイケデリック体験を豊かにしてくれるときにその身体実践は大事だし、セッション中のアプローチとしてあんまりこういうセッションって見たことないんですけど、クラニオセイクルバイオダイナミクスのああいうエネルギーワークとか、霊気でエネルギーを送りながらセッションしたらもっと効果が違うのにな、違うんだろうなって思ってる自分がやっぱいるんですよね。はあ、なるほどな。うんうんうん。単純にグロスのトレーニングじゃ面白くないかもしれないですね。うんうん、まあ間違いなく、はい、になるから。なので、はい、超越世界まで含めたら薄い霊気クラニオセイクラルバイオダイナミクスとか、うん、やっぱこういうヒーリングと重ね合わせるとものすごくユニークな研究になりそうですね。面白いな。あとクオンタムヒーリングとか面白いかもしれないですね。量子ヒーリング、はあ、そんなのもあるんだ。クオンタム、そう、クオンタムヒーリングとか、そうですね、量子レベルに働きかけていくヒーリング技法。本当不思議で、すごいこういったことにこう斜めにこう見てた人が、いやいやあるよねって一発でなる体験ってやっぱすごいなと思って、それは見えるよねとかなんか変に思っちゃうんですよね。でしょ。だってこっちが見えたからっていうなんか、うん、まあ見てるものは違うけど、うん、そうなんですよ。何かそこにあったっていうのを知覚した後はすごい受け入れられちゃうっていう。いや、だから本当そうなんですよ。サイケデリックスの目覚めの効果、それはフラットランドの住人の人たちとか、あるいは一つの辺境的な世界観に閉じこもってる方たちに本当届けたいんですよね。どれだけ世界が多様化、無限の可能性を見せてるか、そんなこともあるよねって思ってくれる世界に私たち本当は生きてるんだけど、うん、もう視野狭窄になっちゃうわけですよ。社会化されると、そしてコンセンサスリアリティで生きてると。いやー、その通りだな。でも浅田さんがねこうやって神秘主義にも目覚めてくるなんかすごく嬉しいし、本当、うん、まさにそれこそね統合的なあり方だよなって思いましたね。うん、なるほどな。そっかそっか。うん、じゃあそういうと、やっぱ渡辺さんもいつかディビニティスクールになりそうですかね。その今のところの研究テーマだったのね。そうですよね。ただ、2週間前にはこの神秘主義なんて何も思い描いてないから、2ヶ月後とかまた全然違うこと言い出しそうですけどね。うんうん、今は言われてみたらそうかもしれないですねっていう。うん、なるほどね。うん。ただ、そう。興味がものすごくあるっていうのは本当、そうですね。神秘主義としての、言葉を見てみたいっていう。自分の体験をどういうふうに、こう、ね、描写してるのかっていうことも、なんか聞いてみたいっていう感じです。自分と同じ体験が、まあ、体験というか、
なんかこう、自分が感じ取った世界をこういうふうに言葉で表してるのかなとか、あ、この世界まだ全然、うん、経験できてない、経験してないとか。ああ、なるほど。確かに。そうですね。そうだな。やっぱそれはだから自分にも当てはまりますね。うん。だからこそこう、なんでしょう、こうした超越的な世界を扱っている宗教に目覚めたっていうのも、それはなんかその理由があるかもしれないですね。ああ、そうか、その流れもあるか。そうだと思うな。なんか、サイケデリック研究に目覚めた前は、発達心理学の枠組みで、超越的な世界とかね、高度な発達段階に捉えてたり。そうですね、そっちから行くっていうのも。そうそう。うんうんうん。そっちから行ってたんですけど、うん、でもやっぱりなんだろうな。各いろんな神秘化の言葉、に惹かれるものがこうあったし、あ、この意識領域はもしかしたら自分がまだ探索できてないなっていう、気づかせてくれたのもやっぱ宗教か神秘思想かの言葉だったんですよね。うん、そうか。だからこう、なんでしょう、発達心理学からこうやって宗教学に来たっていうのもなんかつながってますね、ストーリーが。本当、いやいや、つながってますね。どん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 深いところにね、行く感じですよね。そうなんですよね。うん。扉を開けた世界にね、どんどん遠くまで行くような。確かにな。うん。そうっすね。うん。あ、それでいくと、小田さん、そういえば、本編でちょっと話を聞こうと思ってた、LSD 以外の物質のところ、あれはどう？ああ、そっかそっか。そうそうそう。いやー、でももうな、MDMA はなんか違うなっていう感覚なわけですよね。というのは。なんだろう。その、僕がサイケデリックの摂取によって見たいのが、うん、やっぱ、内的ビジョンとしての世界に関心があるっていう。で、MDMA が、うんうん、そこへのこう、訴求感っていうか、うん、開示のされ方っていうのが、まあ、そんなに強くなさそうだってことを考えると、まあ、あと、アヤワスカは、まあ、ゲロ吐きたくないなっていうのが一つと。いや、面白かった。渡るさんの中で多分、ゲロっていうのが浄化っていう意味合いで取れて、取らないんですよね。だから、辛い体験で捉えてるのが面白くて。でも私も正直そうなんですよ。アヤワスカを今のところ除外してるのは、やっぱ吐くっていうところがちょっと辛いんですね。メスカリンもそうなんですけど。そうそうそう。わかるな。いや、ってなったらもう、じゃあ、あとなんだとなった時に、そうそう、まあ、代表的にはもう白シビンしかなくなると思う。うん、うん。まあ、シロシビン、LSD、DMT の3択になりますよね。うん。うん。そう。で、DMT、DMT も合成ですよね。そうです。実はシロシビンも合成なんですよ。え？これはよく誤解されがちで、はいはい、今のところサイケデリックルネサンスで研究されているシロシビン研究で全部、シンセティックなシロシビンなんですよ。つまり、そうなんだ。マッシュルームとかトリュフを与えてるわけじゃなくて、研究室で、うん、分離合成されたシロシビンカプセルを提供してるんですね。ははは。だから結構誤解されがちで、シロシビンマッシュルーム、シロシビントリュフって言ったら天然系なんですけど、うんうん、シロシビンっていうだけ使うと実はシンセティックにも入るんですね。なるほど、ね、そっかそっか。その物質だけ取り出してるっていうことか。その通りなんですよ。そう、研究所それが楽なんですよね、多分ね。うんうん、そう、そっかそっか。そうね、シロシビン。だから、渡辺さんのおっしゃる通りで、私も MDMA を除いたのは、一つその理由が本当にあります。ああ、うん。エンパシジオンか。そしたら、その共感的なサイケデリクスという意味では、MDMA ってすごく力があると思うんですよ。うんうん、でも、その心を開く作用っていうのは素晴らしいと思いながらも、やっぱりそれは自分が体験したいなって思うようなものじゃないし、自分が研究したいなって思うようなものではなくて、どちらかというと私は本当に渡辺さんのおっしゃる通りで、深く広い内的ビジョン、洞察を得たいっていう思い、そこに私はサイケデリックスの役割を見出してるんですね。うん、もちろん MDM もサイケデリックスですけど、はい、内的ビジョンと深い洞察をもたらしてくるサイケデリックスは何かなってなった時には、やっぱりトリプタミン系、セロトニン系の今述べた3択ですよね。うん、そうそう。で、私もあまりもうこれ以上吐きたくないんで、アヤワスカとメスカリンを消えます。もう十分吐きましたよね。そうなんですよ。
ただそれでいくと、実は私自身もさっきの分散投資の観点でいけば、白シビンをトップに置いてて、で白シビン、マッシュルーム、トリュフも含めての白シビンですね、ここで言ってるの、うんうん、でもう一つに DMT を残してるんですよ。はあ、うん、そうで LSD は自分でこれまで2回体験してて、うんうんうん、そうでちょっと時間が長いし、体験の残りのちょっと身体作用とか含めて、ああちょっと DMT にしようかなっていう思ってる自分がいるんですよね。そっか。でも渡さん自身はね、体験また違う体験もするだろうし、 LSD を軸にしながらも、まあ、もう一個何を置くかですよね。まあ両手に完全なシンセティックで LSD、DMT 二刀流するってのは面白いしあとめっちゃマニアックな、ポールが言ってたのはケタミンを研究してるんです。彼はイボガインを注目しようとしてるって言ってて、すげえ大きかったと思って、イボガインかと思って、アフリカのね植物、うんうん、それでいくと太田さんどうなんですか、 LSD 以外。うわー、 LSD 以外かまあでも本当白シビンとの出会いがこう素晴らしすぎたから、うん、いいなって思いが、あるけれども、そこを深く研究か。まあこれじゃあ LSD について何を研究するのっていうことよりも、僕 LSD を用いた人を研究対象として進めていきたいっていう方が今のところ強い感じなんですね。なるほど。なのでその成分自体に対する効能って言えば LSD 長いとか、もうそのぐらいしかこうよく分かってないんですよね。うん、なるほどね。そうだから LSD を、まあ、摂取してみて、あ、うん、シロシビンと全然違う、この何か合成物感、見える幾何学模様もなんかもうちょっとこうなんだろう、シロシビンがこう曲線を描くようなものであったら、この自然にない曲、あの直線感っていうのが出る、これは面白いなとか、その後の、うん、こう、目撃者の意識状態で見える映像が全然違う感じだったら、また惹かれるかもしれないです、ね。確かに。いや、それはね、あれは。違う違う。全然違うな。ええー。いや、LSD と白シビン違いますよ。本当に違う。そうですか。違う違う。どんな違いですか。幾何学模様のフェーズ からもちょっと違うんですよね。なんか。へえ、うん。幾何学模様が知覚されるっていう意識回数は同じなんだけど、やっぱり LSD と白シビンは、はい、幾何学模様の現れ方とか、タイプがちょっと違うんだよね。ちょっと言葉で説明するのは難しいけど、うん、でそこからの目撃者の感じもやっぱ違うんだよな。そう、そやっぱ違いますね。だからそれぞれの成分っていうのはやっぱ意味があるんでしょうね、違うことに、うんうん、いや面白いですね。そうそうそう、だから LSD、うん、だからホフマンがこう最初摂取したようなこう自転車を置いて、あの漕いで、うん、でその後こう自然とか山がこうなんか波打って溶けていくような描写があったと思うんですけど、ね、あんなのが見えたら見えたでまたそれは面白そうだなって思うし、そうあれね、私もすごいの、なんかそういう記述多いんですよ。ホフマンの自転車の例とか、あの、うん、あの日なんて言われてるか宇田さん知ってます？え、なんでもわかんないです。ホフマンが LSD 初めて摂取して自転車で自宅まで帰った日、実はその LSD 関係者ではバイセクルデーって記念日になってるんですよ、うんマジかと思って、バイシクルデイ。いいなぁ、うん。調べてみますね。バイシクルデイって記念日になってるんですよ。すげえなぁと思って。面白い、うん。そうそうそう。だから渡さんももしかしたらその日ね、今後祝うようになるんじゃないかなと。うん。4月19日です。バイシクルデイ。へぇー、いいなぁ、いいなぁ。いや、私もこの日にもう一回 LSD 摂取しようかな。4月19日。でも LSD は、なんかこれまでの2回の体験から思ったのが、いや、なんかもうあれですね、クリストファー・ベイシ教授のような、こう、ハイドースを1個超えるぐらいのドースでやってみたいなと思いましたね。というのが、なんかこう、目撃者とか非人間に入る感覚が、ちょっと白シビンのガチのよりも、ちょっと気迫な感じがしてて、ちょっとドースを上げる必要があるなと思ってて、で、ドースの上げ先が楽なのはやっぱり LSD なんですよね。そっか、まあ、コントロールしやすいですよね。そうそう、それが合成の、そうなんですよ、管理されてる感が。そう、めちゃくちゃ微量で、半端ない力を持ってるんで、そう、うん、そうなんですね。いやそう、やっぱいくらね、こう自然物もやっぱりこう、ね、一つの取れるキノコがたとえ同じ 15g だったとしても、その中に白シビンが何ミリグラムね入ってるかっていうのはやっぱ差は出そうですもんね。いや、おっしゃる通りですね。取るものによって、うんうん、出る知覚がね、同じものせーのって食べたとしても、いや、ね、そもそもの人としての個体差もあるプラス、そう
そうなんですよ。摂取するものがですね。そうなんですよ。だから、小田さん逆にそこがね、合成系に向かった方向だと思ってて、私は逆にそれが本当に自然系の面白さだなと思ってて、キノコが生育する場所によって、ね、実は同じリバティキャップであったとしても、白シミマッシュルームであったとしても、生育場所が違うと、含まれてる成分が違ったり、白シミ含有量が違ったりするんですよね。やっぱその個体差が私は逆に魅力的で、なんかそれこそ地球と一体化してる感じだなと思うんですよね。あ、今日はどんな体験をさせてくれるんだろうかっていう、不可能性に開かれたい自分がいるんですよ。いやー、面白いですね。なるほどな。で、これは別に渡辺さんは LSD のような、ある種、狙った効果を狙った形で得られるっていうのは LSD のやっぱ良さだと思うんですよね。うん、シンセティック。まあ、LSD はもともとは天然系なんですけどね。はいはい、ライ麦から取れてる。うん、最初は、うん。そうそうそう。そうなんですよ。いやー、それもいいっすね。で、あとは、ちょっと白シビンのところに問題があるなと思うのが研究。その白シビンを合成させてしまうと、通称アントラージュ効果ですよね。前ちょっと紹介したよ、うんうんうん。やっぱシステム理論の観点からして、なんか私は問題あるなと思うんですよ。つまり、白シビンマッシュルームって、白シビンだけしか含まれてないと思ってる人がたくさん多いんですよね。たくさんいるんですよね。うんうんうん、違うんですよ。白シビンマッシュルームには、実は白シビン以外にもいろんな物質が含まれてて、それとのシナジー効果で、私は深い体験が得られると思ってるんですよね。はは本来は、うん。だから、本当は白シビンマッシュルームや白シビントリュフを一部ず全体で摂取した方が絶対いいと思ってるんですよ。でも研究上はそれが管理がやっぱり難しいんで、白シビンだけ分離させてるんですよね。でもそれはそれで一定の効果得てますけど、でもね、なんかそれじゃあなって思ってるんですよね。いやー、そうですね。でも面白いな。確かに。そうなんですよね。だからまあ時代の流れとしては、まだテクノロジー時代だし、なんでしょうね。どちらかというと、過去の宗教儀式とか、民族儀式への着目っていうのが、まだちょっと少ない時代なのかもしれないなと思ってて、でもいつか含んで超える形で、また超越的な次元で、かつて宗教儀式で摂取していたあり方で、摂取する時代も来るんじゃないかなと思ってて、今はテクノロジー時代なんで、やっぱ人気があるのはね、分離させてとか、手軽く、手安くってだと思うんですけど、うん、でもその流れじゃない時代も来るんじゃないかな、逆に来てほしいなっていう思いもね、あるんですよね。いや、本当ですよね。米氏教授も、未来人間がそろそろ来るみたいな発言がありましたね。そうね、そう。うん、だからこれが、いつも田中さんとこの間ね、取り上げてるセンス8の世界ですよ、本当に。いやー、ですよね。いや、本当にセンソーリアムって新しい人種に似たような人種って本当に出てくるだろうなと思いますよ。うん。うん、で、それが出てくるきっかけはサイケデリックスで間違いなさそうですよね。この意識状態の変性できるっていうのが。うん、そうですね、そう、いきなりみんなが瞑想で用意どんで目覚めるよりかは。無理だな。無理っすね。だって1日30分1時間座れる人はほとんどいないだろうし。それずっと座れる人もいないだろうし、効果のね、ところも瞑想の効果はあるけど、サイキデリックスと比べたらそのやっぱインパクトは違うし、だからサイキデリックスが筆頭格で、あとはそれに付随する、保管するテクノロジー、この 2個でしょうね、新しい人類を生み出すな、うん、サイキデリックスとテクノロジーだろう、うん、それ以外には考えられないね、多分。そうですね、そうですね、そう。ちょっと最後に、LSD に、LSD そのものっていうよりも LSD に関わる人に関心があるっておっしゃったと思うんですね。はい。うん、だったら、例えば、DMT のリック・ストラースマンとかには関心を持たなかったのかなとかですね。おあとは、白シビン、白シビンであれば、ティモシー・リアリーも白シビンにも関心持ってたし、テニス・マッキーな、うんうん、素晴らしい思想家じゃないですか、サイケデリック・フィロソファーだと私は思ってて、うんうんうん、はい、こういう人物もやっぱりいる中で、でも、あえて LSD、ホフマン、グロフにね着目されてたのか、うん、うん、まあ、それはなんか僕ビビッときたものがあったんだろうし、まあ、リック・ストラースマンとかマッケナとかリアリーの本とかまだ読んでなかったらピンとこなんか可能性もあるんですけど、うんうん、ちょっとそれも含めてどうでしょうかね。そうですね、最初はマップスで、そういうリック・ダブリンですかね、ああ創設者、うんうん、では、そうか、こういった人が今こういった団体を取って、まあ、世界の、まあ、そういったサイケデリックの、まあ、組織としての、うん、こうなんだろう、中枢にいるんだなっていうところ。まあ、ここから出発点っていうのもなんかありなのかなとぼんやり考えてたときに、
あ、なんか LSD ってなんか良さそうだなってぼんやり思って。で、そしたら、このリック・ダブリンの、まあ、お師匠さんに当たる存在が、スタニス・グロフだったんですよね、うんうん。で、それでグロフを見ていって、で、加藤先生からの、この、ベーシュ教授の、うんうん、対談の動画を見て、で、このベーシュ教授も LSD をやってるっていうところ。うん、で、このベーシュ教授の、発言が、そう、結構、分かって、どんどん入ってくるんですよ。おで、あ、多分このインタビュアーに対してすごく、こう、遠慮した発言とか、この人に届く言葉に今変換してるなっていうのを、こう、なんかこう、感じ取れるのも嬉しくて。うん。うん。あ、こういった語りだったら、こう、自分も、なんかこう、興味があるなっていうふうな思いにこう、なれたりしてて。なるほど。うん。なので、こう、LSD にこう、決めたって言って、で、どんどん加藤先生が情報をたくさん ボールを投げてくれるんで、うん、今いろいろキャッチしに行ってるところです、ね。あ、いいですね。なんかいろんな意味でいいなと思ったのが、うん、やっぱりグロフってこれまで私たちが学んできたインテグラル論と相性がいいんですよね。まあウィルバーとも親交があるし、うん、まあ論客ですけどね、はい、建設的な批判をし合ってる中ですけど、でも関係性自体いいんですよ、うん、グロフとウィルバーって。はあ、はあ、インテグラル学んでるとグロフの本って読みやすいだろうし。ね、マトリックスの映画とか先生とグロフのモデルを使ってるわけなんで、はい、映像作品映画とかにも現れてるっていうところからいろんな読み解き方もできるなって思うんですね。でベーシュ教授はやっぱ私も JFK 時代一度お話しさせていただきましたけど、やっぱすごくいい方で、マジ、うん、いやベーシュ教授とスカイプだったんですけどね。そうそうそう、すげえ、うん、やっぱり彼の人柄とか私も惹かれるものがあって、うん、だからグロフ、ベーシュ教授、ホフマン、このあたりのなんか生き方とかを追っていくって面白いかもしれないですね。うん。いや、そう。ですね。わあ、いいな、それは、うん。あとは、でもまさにちょっと先ほどの話でいけば、LSD は体験時間が長いんで、また全く逆張りするんだったら DMT ですね。体験時間15分から30分。あー、なるほど。一瞬で非二元に行くっていう、めちゃくちゃ珍しいんですよ。うん。企画も。吸引の方でしたっけ？吸引、そう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 。うん。そうなんです。吸引もあるし、まあ、本当はね、私あんま吸引系が好きじゃないんで、ちょっと肺への影響とかも含めて、うん、まあ、そこら辺の技術も変わってくるだろうし、うん、はい、まあ、危うすかもね、DMT が含まれてるものなんで、まあ、DMT 研究はまあ熱いなって思ってますね。うん、そうか。そう。確かに。まあ、ビジネスパーソンから今後、引っ張りだこになるだろうね、LSD よりも。ちょっと DMT にしようかな。いや、両方あ、両方ですね。いや、でも、もし迷いがあるんだったら、渡辺さんが今述べたような研究、LSD に関する研究、うん、私が全部先にやって、ちょっと、加藤さんがもうグロフ研究しまくってるから、俺が入ってく余地ねえやんって、道を作るってのもありかもしれないですね。ベーシュ教授の本全部読んで話してて、話すことねえやんって、それ狙っていこうかな。いや、体調悪くなり続けるような笑顔って。いや、もうサイケデリックスの話し出すと、もう体調がみるみるうちに回復してきましたね。なんかね、喉も声もどんどん調子よくなってないです。もうサイケデリック効果ですね。サイケデリックトーク効果。すげえ、うん。そうですね。いや、でもそれでいくと、まあ、そうですね、DMT とか、うん。まあ、白渋も白渋で人が面白いんだよね。ティモシー・リアリもそうだし、ゴードン・ワッソンとかなんて特に面白いよね。うわー、確かに。うん、J.P. モルガンの副頭取が民族金学者でっていう形で面白い話があるし、そうか、うん、あとテネス・マッケナだね。彼はね、イーロン・マスク的な発想してんだよね、新しい人類。へー、僕その描写のところが、類人猿が摂取して、うんうん、こうちょっと初めて知覚したって、そこの描写しか知らないですね。そうです、テネス・マッケナ他にも面白い。そうですね、うん、テレンス・マッケの今渡辺さんが述べてくださったストーン・エイプ・トゥ・セオリーですよね、うんうんうん、それ以外にもテレンス・マッケのはサイケデリックに関して革新的な思想をいくつも提供してくれてるんで、彼の方を手を組むとやっぱり面白いですね。おうおう、私ももっと行こうと思うぐらい、うんうんうん、ですですね。じゃあちょっと気づかないで1時間ぐらい来ましたんで、渡辺さん、でもどうですか、ちょっと最後公言しておくと、LSD プラスアルファ、うん、なんかもう一個の道、まあ、結局いやそうですね、サイケデリック研究してると、
まあ、MDMA を別に自分が摂取するとか実践で使わなかったとしても学ぶ機会たくさんあるんで触れるんですよね、こういろんな物質に。でもそれも含めて自分の関心にピンポイン、ピンを置くんだったらば、うん、LSD 以外に何があるだろうかっていうところですね。LSD を主軸に置いて全部やる。お全部掘る。薄くでも掘っていこうかな。それいいっすね。それすごいな。うん。ちょっとあなたには、だからこう、ね、サイケデリックコンサルタントですね。うん、あなたの今の状況だったら、危うすかで一回ゲボしようみたいな。あなたちょっと時間お忙しいですね。じゃあ DMT。あ、週末の深い時間は LSD やってみましょうかって。うん、何が今あなたに一番合いましたか？ああ、白シビンですかっていう、うん。いいっすね。サイケデリック、なんだろうな。ソムリエ、サイケデリックコンシェルジュ。ソムリエ。あ、いいですね。ソムリエかコンシェルジュ。そうですね。そしたら、白シビンのね、あ、この原産地の2014年ものはいいですよとか、なんかね、ソムリエのように言えるかもしれないですね。それはすごいわ。この同じ時期で畑で採れたのは、あの、誰々もやってましたとかね。いやー、いいっすね。箔をつけるようなトークがね、できるかもしれない。できるかもしれないですね。でもコーヒー好きの渡るさんにはなんかおうってつけかもしれないですね、その立場。いやいや、でも本当何考えても楽しいです。いやいいですね。うーん、ちょっと渡さんラジオをねちょっと終えていくにあたって、まあ、何か今後の今述べたような方向性以外にサイケデリックスに関してもうちょっとなんか付け加えること最後あればどうでしょうか、ね、なんかこうぜひ今日リスナーの皆様にお伝えしたいこと。ああ、そうですね。は、なんだろうな。最近の関心事。まあでも、こんだけ喋りながらも、やっぱり、すべてのドラッグには、こう、リスクがないものなんてないですよっていうのも、やっぱり、なんか、この場で、もう一回、たまに、こう、ベーシックに立ち戻って、何度も伝えていくっていうのも、なんか一つ。このラジオという公共の電波を乗っけてやっている以上は、うん、なんかこう、うん。いや、ほんとそうですね。なんか大事なことだなと、まあ今、ふと思ったっていうことを、まあ一つのシェアとしたいですかね。ああ、確かに。それ大事ですね、うん。おっしゃる通りで。やっぱりリスクのないもの、まあこれ物質、ね、ドラッグだけじゃなくて、本当にそうで、全部のものがね、やっぱり療薬、毒薬にもなるファーマコンなんで、スマホの活用一つ取ってみて、うん。ね、やっぱそうですよね。ドラッグもそうだし、うんうん、筋力トレーニングもね、7日間です、ね、そう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 、トレーニングしてたら筋肉なんてつかないし、愛されちゃう一方だと思うんで、はい、本当そうですよね、リスクのないもの、そうそう、ないですね、大事なメッセージですね、うんうん。じゃあ、ちょっと最後、一言一言で終わっていきますか、今のももしかしたら一言だったかもしれませんけど、渡辺さん、ちょっと、うん、最後、ちょっと締めくくっていきましょうか。はい、私からいきましょうかね、今回。はい、お願いします。はい、渡辺さん、リスナーの皆様、第37回の振り返りも聞いていただきどうもありがとうございました。今回の振り返りですね、やっぱりその最初に渡辺さんが共有してくださったイーロン・マスクのあの寄付の話、確かに、うん、この緊急プロジェクトの話私知らなかったんで、うん、いろいろニュース追っかけてるつもりでも、でもこれはなんかこのニュースをまさに今こうボストンにいる時に知れたっていうこと、うわ、そうですね。これはなんか本当に運命的なものをこう感じてですね。まあ、実際に、その、進学大学院に進学できるかどうかは、まあ本当にこう分からないんで、まあ、もし進学することがこうできたら、やっぱり私は引き続き、自分の役割をこう全うしていきたいなと、その、この場所での研究、そこで得られたことを渡辺さんと通じてシェアをしていきたいですし、渡辺さんも、オタワにね、導かれたものがやっぱあると思うんで、オタワでしか体験できないことっていうのは当然あると思うんですよね。やっぱり何かこう、はい、お互いが違う場所で、でもサイケデリックスについてこう研究、共通のものを研究して、引き続きですね、お互いがこう啓発し合いながら、リシプロカルレーションシップですよ。相互互恵的な関係性を持って、引き続きね、ラジオをお届けできたらと思います。皆様、今回の振り返りセッションもですね、聞いていただきどうもありがとうございました。加藤先生、ありがとうございました。ありがとうございました。では、はい。さん、どうでしょう。ありがとうございます。加藤先生、リスナーの皆さん、今回もお聞きくださりありがとうございました。
僕自身がサイケデリックという概念を、なんだろう、こう、あえて言葉を用いて使うならば、本当に真新しいことという、こう、チャレンジングな感覚ではある一方で、うん、なんだか自分が興味があったものというのは、なんか、おそらく以前からあまり変わってないんだろうなと。うん、で、それが何かこう、一つの形となって、サイケデリックスとして現れるとか、神秘主義として現れるとか、まあ、禅として出てきたとか、なんかそういったことかなっていうふうな思いも同時に起こっています。なるほど。うん。なので、きっと、まあ僕だけじゃなく、すべての人が、うん、初めて見たら何か興味が出るものに出会うんじゃないかなっていうことも、うん、なんかこう、今感じていることなので、うん、まあ興味があるものがないんだよとか、好きなことができていいねとかではなく、まあ何かやってみたら何か出てくるっていう、出てこなかったら出てこなかったで、それはそれで、出てこなかったということが知れてよかったじゃんっていうですね。うん、なんか、うん、まあちょっとこう、教育的な言葉になってしまったらあれですけど、まあ僕は今そう感じているというところで、これからもどんどん出てきたものに対して積極的に、見てみる、聞いてみる、やってみる。で、違うなっていう判断。そしてまたやるっていう判断。それをこう連続的にずっと繰り返しながら、うん、生きていこうかなというふうに思います。うわ、ちょっと長々となりましたが、本日もありがとうございました。いや、小田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。